マーク・エス・クラウスは、アメリカ合衆国をイオ州、デシュラー出身の元プロ野球選手。右と左打。2009年の MLB ドラフトで、アリゾナダイヤモンドバックスから2巡目指名され、6月15日に契約。この年は、参加の A 級、サウスベンド・シルバー・ホークスで32試合に出場し、打率、304.2本塁が、17打点だった。 2010年は AQ バイセリアローハイドで138試合に出場し、打率302.25本類が87打点1盗塁だった。2011年は AQ モービルベイベアーズで125試合に出場し、打率242.16本類が65打点3盗塁だった。2012年は AAQ モービルで104試合に出場し、打率、283.15本類が、61打点、6盗塁だった。2012年7月29日、クリス・ジョンソンとのトレードで、ボビー・ボーチェリングと共にヒューストン・アストロズへ移籍。移籍後は、参加の AAQ コーパスクリスティフックスで7試合に、出場し、打率、414.5本類が、16打点、 一投類の好成績を記録したため、8月7日にトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ昇格。トリプル A 級オクラホマシティでは22試合に出場し、打率123.2打点、一投類だった。2013年はトリプル A 級オクラホマシティで開幕を迎え、6月21日にアストロズとメジャー契約を結び、同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。 八回表に女子フィールズの代打として出場したが、三振に終わった。その後は主に外野手や指名打者として出場していたが、J.D. マルティネス、ブランドン・バーンズ、L.J. ホーズ、ロビー・グロスマン、トレバー・クローなどと外野の層が厚く、定位置をダッシュできないまま打率は、169まで落ち込み、8月19日にトリプル A 級オクラホマシティへ降格、9月4日に最初を隠した。 この年は52試合に出場し、打率209.4本類打13打点に盗塁だった。2014年は前年小一類手としてプレーしていたクリス・カーターが指名打者として主に起用されるようになったため、開幕から主に一類手として出場。39試合に出場したが、打率は173と結果を残せず、 6月2日にルーキーで一塁手一のジョン・シングルトンが大型契約を結んだため、同日にトリプル A 級オクラホマシティへ降格。7月23日に再昇格したが、シングルトンが小一塁手としてプレーしていたため、外野に再転校した。この年は67試合に出場し、打率194.6本塁が21打点だった。 2014年12月8日に、ウェーバーで、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。2015年1月8日に、ィーフとなり、1月13日に、トリプル A 級ソルトレーク・ビーズへ降格した。シーズン開幕後、5月12日に、メジャー昇格した。2015年6月25日に、カイル・ウィンクラーとのトレードで、タンパベイレイズへ移籍した。7月4日に、 リーフとなった。2015年7月6日、ウェーバーにより、デトロイトタイガースが獲得し、翌7日にメジャー昇格した。26日にマイナーオプションを行使され、3カのトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズに降格したが、8月22日に自由契約となった。ありがとうございます。